ヨ尾家は台湾の台北市や桃園市など北中部の都市部を中心に展開されている公共レンタサイクルの事業者及びそのブランド。ロゴ表示は尾尾ケ。自転車はすべてオレンジ色と黄色の塗装で統一されている。主な鉄道駅や公共施設、大型商業施設周辺に無人端末、キオスクが設置され現金不要でレンタルできる。基本的に 同一市内であれば借りた場所以外でのキオスクへの乗り捨てが可能。また、市外での乗り捨ても可能だが、別途距離に応じた乗り捨て料金がかかる。台北市を皮切りに、中南部の各県市のほか、中華人民共和国泉州市でも同盟で事業を展開している。開始時は、台湾の各県市政府が自転車製造メーカーのジャイアントマニファクチャリングに、 委託運営していたが、現在は委託先が公共自転車部門として独立したジャイアント子会社のョ少単車講師となっている。台湾南部でも類似のサービスが存在しているが、事業体も系統も異なる。台南市はビスプライト社が運営、平東市はジャイアントではなくメリダインダストリーが開始し、現在は高尾都市運行士が運営している。 ロック機構決済端末台湾国内では国際ブランドを含む主要なクレジットカード及び台湾の IC 乗車カードである UU と一通りに対応しているが IC 乗車カードの場合は地域によっては登録時に台湾における携帯電話番号が必要返却後15分以内に同一キオスクで借りることはできないキオスクの端末料金体制は随時変更されることがある 中国専修市の移送用トラック。ありがとうございます。